でも食料ないからそんなに探索できないな。鉄掘るか。まずは鉄掘りだ。あっぶね。鬼いるんかい。怖いな。ちょっとチラッと見たくなる病気。大丈夫？チェストはない？チェスト。嬉しい。パンとレッド鉄のスラッシュいいじゃん。痛い。何何何あんた何すんのよ。危ない。うー、待って、これ食料まずいな。なんだかんだで、ね、一回戻ろう。一回戻って、ま、ちょっとあでも鉄あるんだよな。無惨様の血もあったから、ま、また戻ってくるけど、ちょっとあーいや掘ってからにしよう。今君動かなかった？大丈夫？よーし。ふぅー。ちょっと待って、あれ偵察者でしょ。待て待て。とりあえず安全なとこ行って、鉄を焼いて、鉄装備作ろう。ほら、こんだけあれば全部鉄装備意識できる。そしてさらにそこに、煉獄さんの、ね、呼吸を使えば。これ別の？あーなるほど、呼吸を使用中になっちゃうんだね。なるほど、なんか煉獄さんの使った後にさ、この使えるかなと思ったけど、ちょっと安全、ここ安全だよね。じゃあここでちょっと今から、鉄を焼いていきたいと思います。来た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 。あれちょっと待って、ベッドは、あれ待って、僕ベッドどこやった？え待って、ベッド燃えた。あやば、ちょっと待って待って、まずい、ベッドがない、やばい、助けて、ちょっと待って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 、まずいまずい、これちょっと待って、本当にまずい、やばいやばい、ちょっと、はちょっと待って、トライさん落ち着いて、一回トライさん深呼吸しましょう。オッケー、ちょっと待って、待って待って、これを耐え切るには作る、作ってに、ええちょっと待って、作って遊ぼしてる場合じゃないって。バクバクさん違う、ちょっと待って、どうするどうちょっと待って、やばいやばいやばい、この夜を乗り切れる。いや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 、とりあえず全部できた。で、待て、どうしようどうしよう、やばい、ベッドない、ベッド、多分あれだ、落とした時にベッド落と、あれだ、ああちょっと待って、いや羊狩りだ、羊狩りじゃー、あった、あれ羊さんじゃない、どうだ、色さ一緒だよねこれ、あとグレーを一個見つければいける。そう、今回アップデートで、ちょっと後で説明したかったんだけど、待って、ご飯もない。あら、やばいわ。あら、これ、あら、どうしましょう。ちょっと待って、ご飯もないから。あーん、ちょっと待って、まずい。ドラえもん！炭治郎！やだよ、こんな煉獄さん。ちょっと待って、あとグレーを見つければいけるのに。待って、一応白も取っとこう。ごめんね。白も取っといて。やばい、これは夜を、やばい、違うんだって、モブはいいんだって、別に。モブは大丈夫なんだけど、鬼が来たら終わるんだって。やばい、ちょっと待って、あと一個。いやー、あ、違う、味方だ。びっくりした、そうだった。鬼変かと思った。あ、いた、やめなさい。待って、逃げろ。待って、いいんで、別にこのスケルトンとか別にいいんさ。アップデートで、ちょっと今多分体力ゲージが2上がってると思う。ですけど、強くなったんですよ。この進捗っていうか進歩っていうところで鬼をいっぱい倒したので、1個あ日輪刀作ったからか、1個ランクが上がったおかげで強くなっていると思うので、ちょっと待って、あと白1個かグレー1個。あ、ここにベッドなかったっけ、あれここなかった、いや壊したよね、やっぱり壊してるんさ。お、いいぞ、鬼殺隊がいっぱいいる、頑張れみんな、ゾウ、いいぞ鬼殺隊頑張って。待って、その前に私は、ベッティングオベーションがないと私は、まずい。待って、こっから多分鬼来るって。ドーマとか来るよ。いや、まだ勝てないよ。まだ勝てないさ。ちょっと待って。
あった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 、よし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 、来た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 、で、ごめんね、で、木ある、木、ない、ちょっと待って、木掘らないと、木1個、1個、原木1個でいい、原木1個と、で、作業台ちょっと、お借りします、よし、で、作業台と、あった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 、OK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 、なんとか、なんとか夜を、あ、クリパ、パオが来た、パオ、パオ、パオ、早くない、なんか移動。すごい早かった気がするんだけど、ちょっと待って、一回、全く何もないところ、あそこ、あそこ安全でござろう。よし、行くぞ、進め。いいぞ、いいぞ、いいぞ、いい。OK ぞい。ここ安全ぞい。出して、安全か分かんないけど、安全かどう、安全ではないけどさ、一応ね、ほら、こうやって湧き潰ししとけば大丈夫さ。で、待って待って、原木。で、下じゃない、下じゃなか、あ、こうか、こうでいいの、いいよね、OK。おやすみ。よーし、危ない、上限来たら終わってた、終わってたわけじゃないけど、まあ逃げてれば大丈夫だけど、あー、オッケー、リスポーン地点別にここにする必要ないから、近くだからね、もう持ってこ、多分落としちゃったんだな、あの落下した時に。いやでもよかった、これで多分鬼とは まだ鬼、あのもちろん鬼と戦いますよ、もうちょっとだけあの装備を整えてから鬼と挑もうかなと思ってるので、ちょっとお待ちいただけるとありがたいです。で、今回ちょっと説明、まあ、ゆっくりできてなかったんですけど、まあ、前回かな、前回のパートで話した、前回かな、多分言ったと思うんですけど、まあ、アップデートがされまして、はい、どんどんこの日輪刀、要は今回、水の塔になって、日輪刀をクラフトするっていうので、まあ、ちょっと1個上がったんですよね。最初これだったんですけど、日輪刀作ったことによってランクが上がりましたと。で、現在見て分かるように、体力ゲージが2増えてます。そして攻撃力も、全体的に上がってるはずです。ここですね、はい、攻撃力上昇とか、はい、耐性で体力増強、そして全集中と、だから攻撃力とかも上がって、多分ジャンプ力も多分上がってるよね、ちょっと。で、多分スピードもちょっと上がってるんじゃないかな。はい、なので全体的に強くなったと。で、次は、これで鬼を倒し続けると、どんどん、まあ、鬼を倒し続けるとランクが上がっていって、で、だんだんあの上限の鬼とかを倒さないといけなかったりとか、はい、するので、まあ、だんだん難しくなってくるんですけど、まあ、鬼を倒せば倒すだけ強くなると。で、上限の鬼とかにも対抗していくっていう、大型アップデートが入りましたので、まあ、ちょっと、さらに今後サバイバルが大きくなるかなと思いますが、よろしくお願いします。で、コメント欄で、その、インディゲーターだったっけ？あれ、なんか、無理らしいですね。無限湧きするらしいから、今回はちょっと移動して、拠点を本格的に探したいと思います。はい。日輪刀の鉱石も探しつつね、一応鉄装備ガンガン揃えたので、あとは肉を焼いて、出発しましょう。だから、こっからもうついに離れます。はい。ということで、じゃあ、お待ちくださいませ。よし、OK です。だいぶ、これでお肉問題は、まあ、解決まではいかないけど、まあ、ある程度は大丈夫かなと。で、あとは村さえ見つければいいので、まずは村探しかな。村探しをして、で、ダイヤモンドとか見つけて、でも、今だったら、ルイ君に勝てるんじゃないのかなとちょっと思ってるんだけど、で、夜に、まあ、鬼が出てくるので、その鬼狩りもして、自分の、まあ、能力を上げていこうかなとも思ってます。だまずあっちかな、白樺越えたところ、それか向こうか、向こう行ってみようか、確か平原が続いてるんだよ。で、村探すんだったら砂漠の方がいいんだけど、うっ、大丈夫、洞窟の中だ、大丈夫、洞窟内だ。あの白樺越えるっていうのはちょっと大変そうなので、こっち行こうか。となるとこれだね、この日輪刀ってか使ってこれで移動していきましょう。じゃあ行きます。あ、びっくりした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 、ツッコミツ、あ、でも広い洞窟行っちゃったな。戦ってみる、行ってみようか。ダイヤとかあるかもしれないので、なんか村探そうと思って、なんかいろいろ回ってたけど、もしかしたら深いところに入ったのでは。ちょっと行ってみようか。ちょっと動物が増えちゃってて申し訳ないんですけど。あ、日輪刀の素材よっ！センキュー！よし！オッケー。ちょっと待ってね。鉄あるよね。オッケー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 。よし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 。さあ、僕一回やられてたっけ？そうだね。やられてるね。煉獄さんになってから、あ、でも2個しかゲットできてなかったのか。煉獄さんになってから一回落下死してるので、多分、
セットされてるはず。無惨様の地獄、鬼シリーズだと思って今ビクッてしちゃったわ。鬼シリーズで必須だからね、無惨様の地は。でもこの無惨様の地もいずれその要はめっちゃ強い鬼、要は鬼と上限の鬼に勝ちたいってなった時にその鬼に なるっていう選択肢もあるんですよ。で、あの牛乳で治すとか、それか、まあ、わざとやられてリセットするっていう手もあるし、だからちょっと鬼の血も集めておくっていうのはいいと思うんだよね。さあここら辺でもこれマグマあるってことはダイヤ地帯じゃないの？ないね。あ、あ、無惨様の血、よし、これも上限の、よし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 、上限の鬼との戦いにいいぞ。おお、鬼鬼鬼、よしよしよし、鬼、よし、鬼狩りだ。これでどんどん上げて、これも一応鬼に入るので、で倒し続けると多分ランクが上がるはず。何体か倒すおそらく。いいね、あの鬼いるのはありがたいぞ。じゃあここら辺はでももう探索しちゃったから、こっちも行ったもんね。まあまあでも日輪刀の素材をゲットできただけ十分ではないかと言ったところで、ごじゃるがないね。オッケー、よし行こう。ああそうだ、炭治郎仲間じゃん。マジで焦る、マジで炭治郎鬼シリーズと並行してるから焦るわ。なんかこっち明るい、なんだ、あーびっくりした。いやでも、あ、警告じゃん、来た、よし。いやこれ危ない、これ使うと危ないわ、痛い、なに、あーん、これいけるかな。日輪刀の素材が欲しいからいきます。はい、こんにちはです。こんにちは、はうわぶひん、ルイくんのね、冷圧、あそこに無惨様の血がある。できればちょっと日輪刀欲しいな、もう一個作りたい。あと一個素材があればできるんですよ。白いに、いや無惨様の血はすごいある、無惨様の血はすごいあるんだけど、日輪刀の素材は、うわーこれ鬼シリーズだったら最高じゃん。あ、あった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 、よし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 、あったよあったよ、みんなあったあった、よし1個か、いやでもどうだ、2、よし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 、ちょうど OK。 じゃあ日輪刀作っちゃおう。これ一回リスポーンしてるから多分煉獄さんのにはならないはず。まあわかんない、あの運で、確実に運だから、ランダムだからわかんないんですけど、最後にこれだけやろう。そうですね、よし、じゃあいくぞ。多分何でもいいと思うんだよね。これで、あと鉄が1個。ちょっとここはね、慎重に1個、ポンって置いちゃいました。はい、あれ、あ、ラン、おおびっくりした。日輪刀さあ来たよ。で、ちょっとまだ持つのをやめてこっちにしよう。こっちにしといていきますよ。3、2、1、さあ何が来る？よーし、風！やった、来たよ、最高、あ、最強の刀来ました。これめっちゃ強いの。ちょっと待って、でもこれ、一回寝た、あ、ベッド、ベッド、ベッド、あ、オーマイガッド、ベッド、エンゲ、オーイエス、ちょっと待って。急いで、急いで戻らねば、まずい。オッケー、よし。一回寝よう。あ、びっくりした、しのぶさん。落としたい。